はい、夢ヶ島観光協会です。あの、すみません。そちらの高校に転校することになりまして、どんな島なのかなと。そうですね。まず一言で言えば、自由な島です。自由、いい響きですね。島自体は小さな島です。小さな町、お店、それに山と海、港や神社、そしてあなたが通う高校、自由に行き来して島の魅力を満喫してくださいね。夏の島、いいですね。自転車があると便利ですよ。お持ちですか？はい、持ってないんだけど、なんとかします。心配ご無用です。それと高校に編入するようでしたら、実際に高校にお電話をつなぎすることもできますが。あ、お願いします。少々お待ちください。はい、夢ヶ島高校の総務部です。あの、今度そちらに転校することになってるものなんですが。ああ、7月7日に3ヶ月間だけ転校してくる方ですね。短い期間ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、学校の雰囲気はどんな感じでしょうか？転入される2年 B 組は29名のクラスメートがいます。みんないい子たちばかりですので、安心してください。そうですか。あと、部活にはどんなものがありますか？部活動は盛んですよ。何かこれまでやっていた部活や趣味はありますか？趣味、アイドルの追っかけくらいかな。もしもし？あの、写真撮影です。それでしたら報道部がおすすめですね。報道部、なんか真面目そうですね。それかみんないかつい戦場カメラマンみたいな。部員全員女の子ですね。入部します。注文。確か廃部の危機だったようなので、新入部員は大歓迎だと思いますよ。新しい男子部員を連れてきました。2年生は1人、何事にも一生懸命に取り組む子ですね。ますます張り切っちゃうな。部長は3年生で、少々クールすぎるようですけど、いい子ですよ。あなた、私を暴君か何かだと思ってるの？副部長は島の神社の娘さん、巫女さんをされてるだけあって、ちょっと不思議な印象がありますね。幽霊とかそういうのに興味があるの、あなた？後輩にあたる1年生の子は天真爛漫ですが、ちょっと男の子とのコミュニケーションが苦手のようですね。でも根はいい子ですよ。なんか臭いから近寄らないで。報道部員たちと一緒に専属カメラマンとして取材同行を依頼されることも多くなると思います。カメラを持って女の子と島の裏側へ。あの、もしもし、聞こえてます？あ、はい、聞こえてます。他にも個性豊かな生徒が同行にはたくさんいます。チアリーディング部にはアメリカ人留学生もいますし。 Of course! 現在リハビリ中ですが、全国大会で優秀な成績を収めている陸上部の子もいます。勉強も恋もいらないって感じ。もちろんアクティブな子がいる一方で、物静かなおとなしい子もいますよ。妖精さんのこと悪く言わない人？どうしたの？とにかくいろんな生徒がいますし、島の人々も個性豊かです。最初は見知らぬ土地で緊張するかもしれませんが、ぜひ積極的に話しかけてみてくださいね。ええ、それはもう、好感度は大事ですもんね。あ、すみません。ついでにちょっとお聞きしたいんですけど、何か学校以外でおすすめの場所ってありますか？はい、島には様々なスポットがあります。いろいろなものを売っていて、買い取りもしてくれる骨董屋さんがおすすめです。床屋さんで髪型を変えて気分転換するのもいいですね。あとおすすめなのは釣りですね。夢ヶ島ではいろいろな魚が釣れるんですよ。のんびり釣りをして過ごす夏も悪くないですよ。いろんな楽しみ方ができるんですね。そうですね。小さな島ですけど、冒険気分にも浸れますよ。冒険といっても、切り立った山や深い谷、さらにバミューダトライアングルなんてのはありませんけどね。いや、あるかもしれませんよ。晴れた日にはゴロンと寝っ転がって空を見ているだけでも心が満たされるはずです。それは同意します。何せ島の風土といいますか、一
人々が温厚なのでおまわりさんもなんだか退屈そうなんですよ。いやこれから忙しくなるかもしれませんよ。え？いえこっちの話です。あとあくまで噂にすぎませんが、島には実際に神様と遭遇したという伝説もあるんです。伝説？報道部として気になりますね。見える人は限られているみたいですが、何でも願いを叶えてくれるとか。願いを？それは報道部として血が騒ぎます。くれぐれも深入りしすぎないようにしてくださいね。そうそう、それと秋には文化祭も盛大に行われます。今年の文化祭にはあのブレイク寸前のアイドルを呼ぶ企画もあるみたいですよ。アイドル？それは報道部としては見逃せません。恐縮です。それにしても高校生活の中でもベストな期間に転校してくるんですね。ええ、なんと言いますか、まさに滑り込みセーフって感じです。我が校は文武両道の精神を重んじていますから、勉強だけじゃなくて部活に励んだり自然を満喫したり何をするのも自由です。仲間と一緒に楽しく過ごすことも大切と考えています。ぜひ友達との絆を深めてくださいね。深めます。限りある夏の高校生活を存分に満喫してください。はい、ありがとうございました。それではお待ちしています。ん？最後ちょっと声が変だったけど、まあいいか。そんなことより転校初日の俺が幼馴染と再会したら報道部員にされていて、劇写少年の日々はスクープ大連発で、意外とモテモテなのになぜかマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考えるひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方が始まるわけで、それはまさに夏色ハイスクール青春白書。夢ヶ島はあなたの転校をお待ちしています。